はい、皆さんこんにちは。 TI からのプライスと申します。さあ今回の動画なんですけども、シーズン13も残すところ1週間弱となりまして、で5月10日にシーズン13が到来します。で今回の動画ではシーズン13で運営から発表もしくは開発者から示唆されている今後のシーズン13での新要素、またはですね、このシーズン13で到来するシステムの変更など、このシーズン13で何が変わるのかについてね、こちらの動画で詳しくね話していこうと思います。ではまず前から話していきましょう。でシーズン13ではこれまでのシーズンと同様、様々な新コンテンツの追加だったり、マップの変化、そしてランクシステムの変更が予告されているんですけども、しかし、この中でも特に注目されていた新武器の実装予定に変化が今回ありました。また、新シーズンのゲームトレーラーもティザーが公開されまして、5月3日の午前0時ですね。まあ大体この動画が投稿されてから8時間後となるんですけども、こちらの時間に本編が公開されます。で、今回はこのシーズン13で予告されている新要素をまとめ、どのような変化が今後到来するかについてを項目ごとに解説していこうと思います。それでは今回の動画のタイトルといたしました、シーズン13で到来延期された要素まとめということで、今回はこちらに関する、ね、詳しい話題をお送りしていきます。よろしくお願いいたします。ではまず1つ目、この新レジェンドからね話していきましょう。で今回の新レジェンドは先月その存在が判明したニューキャッスルでありまして、このレジェンドは当時ですね、防衛に特化されたキャラとして実装されることが予定されていました。またこのエイペックスにて展開するストーリー上では、このキャラの正体はバンガロールの兄ジャクソンでありまして、この一連のレジェンド登場までのストーリーは約1年間にわたって続いていました。これね、1年前にですね、このバンガロールのスパレジェに関するね予想っていうのを投稿したんですけども、この当時からこの新レジェンドの登場っていうのは噂されていました。でこのレジェンドのスキルっていうのを話していきましょう。でまずパッシブなんですけども、これはねリトリーブザウンデッドと呼ばれるパッシブでして、これはどういったパッシブかって言いますと、この映像にもあるように味方を引きずりながら蘇生できる。でまたですね、蘇生中はシールドを出すといったパッシブがニューキャッスルに実装されます。でこのパッシブっていうのがですね、以前まではですねこれ引きずるだけかと思われていたんですけども、これ引きずりながらどうやら蘇生できるらしいんですよ。でこちらのですね、ニューキャッスルのパッシブがもうライフラインの存在意義を消してしまうということが以前からねかねてからの懸念点として上がっておりました。こちらに関してもですね以前動画にて取り上げております。で次に2つ目、アビリティなんですけども、こちらはモバイルシールドと呼ばれるものでして、こちらシールドを出すモバイルドローンを展開してドローンは操作可能となっております。でこのドローンが出すシールドのこのデカさっていうのがですね、まあ、大体3人がまとまって1箇所に集まれば一応この車線を切ることができます。またですね、車線が別方向から通ったってなった際もその方向を指定することによってこのモバイルシールドが方向を変えます。だからそれによってですね、このモバイルシールドっていうのは遮蔽物がない平原においてめちゃくちゃですね威力を発揮すると思われます。で次に3つ目、ウルトなんですけども、こちらキャッスルウォールと呼ばれるものでして、これ指定した場所へジャンプして移動して、そして着地と同時に周囲を要塞化することができるんですよ。でこの壁っていうのがですね、一応耐久値などは設定されているんですけども、しかしかなりですね耐久値、この体力がめちゃくちゃ多いんですよ。だから、まあ、そういった点においてこのキャッスルウォールっていうのは、まあ、先ほどのモバイルシールドと同様に、これ平原、遮蔽物がね平原において、まあ、かなりですね有用だと思われます。でこれらのスキルっていうのは以前から動画にてお伝えしているように完全な防衛特化キャラでありまして、でカジュアルよりも防衛に重きが置かれるランク、または大会において使用率が増える可能性があります。まあ、ただですね、完全な防衛特化ゆえに使用用途の幅広さは他のレジェンドと比較してそこまで広くはありません。しかしこのレジェンドの強みはアビリティ以外にパッシブでありまして、最新のトレーラーティザーではこの盾で防衛しながら蘇生をする映像が流れているため、今後新シーズンにてどのような使われ方をするのかが非常に注目であります。でもしねこちらのニューキャッスルの登場に関してこれめっちゃ楽しみとか、これこんなところで使えるんじゃないかとか、そういった意見何かございましたらぜひともねコメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。では次に2つ目、新武器のですね延期、こちらに話していきましょう。で以前動画にてお伝えした新武器のネメシスは今回のシーズン13ではほぼ確定で実装されない見通しであります。でこれまでネメシスは昨年から開発によって実装が判明しておりまして、で開発もモデリングや武器の発射機構など全ての調整が終わり、いつでもリリースが可能な状態となっていました。しかしこの武器はシーズンの経過に伴う新武器の増加、またそれに対処するための新たなシステムの構築が間に合っておらず、今回シーズン13では実装を見送りしたものと思われます。まあ、ただですね、現在開発自体はほぼ完了しているため、残すは実装のみとなっておりまして、遅くとも次のシーズン14では登場する見込みとなっています。
またこの武器の具体的な性能値については以前の動画にてお伝えしているため、もしですね性能が気になる方はご視聴お勧めします。はい、で次にですね3つ目、新システムとあとマップの変化についてはね話していきましょう。で今後シーズン13ではランクマッチの変化も開発者から明言されておりまして、今後ですねシーズン13ではさらなるランクの分布の変動が見られる可能性が高いです。で今回のランクマッチの変更ポイントは具体的には判明していないものの、少なくともこれまでよりはですねチームでの協力がより必要不可欠となりまして、これまでのようなランクマッチの難易度とはかなり変動すると思われます。また現在マスター隊の人口がシーズン12を通して最も多かったため、このマスターなどの上位ランク帯へどれほど到達するのが難しくなるのかも注目すべきポイントではあります。また、まあ、今回ですねこのストーンポイントは大規模な改変が到来しまして、マップ北のノースパッドではローンチトレーラーにも登場していた謎の巨大生物の死骸がランドマークとして存在しております。でこの巨大生物の中にもサプライボックスが配置されているような状況であります。でこのシーズン13の到来は5月10日からのスタートとなりまして、でシーズン12ではエイペックスにも多くの人口が参入しました。でシーズン13で新たに始まる新レジェンドがいるマッチ、そして改変されたランクなど様々な要素が非常に楽しみであります。はい、でもしですねこちらのシーズン13のこのランク変更に関してもですね、まあ、こんな感じの変更が来たら嬉しいとかそういった意見がございましたら、ぜひとも、ね、コメント欄にお寄せのほどよろしくお願いいたします。まあ、といった感じでですね、今回の動画以上となるんですけども、もしこちらですね、参考になったまたはですね、シーズン13楽しみって方いましたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではこちら DI からのプライズがお送りしました。また次回の動画でお会いしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。ナイス。これバッテリー負けるか？いけるいける。勝てるよ。ナイスー！勝ったー！よしよしよし！マジでいい、マジでいい流れ来てる。マジでいい流れ来てる。グリーン投げてくれた。あざっすー！